はい、でトゥーパンプさんからもね激変変わったをいただいておりまして、あの今日からネットフリックスで配信される、うん、極悪女王の主人公、うん、ダンプ松本さんの可愛い姿を素顔を極悪人に変身させてしまいたいのが斉藤真知子さん、リングネームはコンドル斉藤さん、うん、極悪同盟でブル中野さんに次ぐナンバー3の悪役レスラーでした、うん、ドスコイタイプの極悪同盟では唯一のセクシー系、入門時からイラストが得意で引退後はイラストレーターとしても活躍しています。ダンプ松本さんの独特のメイクは、コンドル斉藤さんの作品でした。ダンプ松本さんの控え室に入れるカメラマンは限定されていましたが、その私が撮影したメイク中のダンプ松本さんの写真も添付しておきます。彼女も今めちゃくちゃ性格が良くて、今はイラストレーターをやりながら居酒屋の経営もして少年野球を支援しているそうです、あ、そうなんですね、すごい。トゥーパンプさんなかなか入れない控え室に招待されてますね、うんうん、まあまあカメラマンだからね。いやすごいですね。今日からか、今日からか。板川さん楽しみにしていました。そうね、見ようと思います。地面師たちは見たんだけど。何ですか地面師たち。地面師たち、うん、知らないか。今割とランキング上にある。知らない。どういう物語、どういう地面師の話だ。もうええでしょ。通じないや。だらだらどっちも通じないわ。 OK 続けて。いけます。もう矢吹さんいけます。いけた、はい、え、萌え萌えアニメの話。違う全然違う。もうええでしょって分からん。え、萌え、もういいでしょっていう関西弁。もうええでしょ。あ、もうええでしょ、うん、なんだ最近聞かない。聞かないか。おいえ、萌えって言ってたからもう電子男の時代のこと言ってるのかと思っちゃう。違うよ、もうええでしょ。なるほどね。じゃあちょっとネットフリックス入ってるから、ちらっと見てみようかな。そしたら見れないと思う。あ、怖い。うん、怖い。あ、じゃあダメだ。ダメだ、うん、ダメです。ダメでした、すいません。はい、はい、じゃあでもこのね極悪女王は見てみたいなと思いますので、ビリリメトリンバーさんがさ、その役をやって、あのダンプさんのまあ気持ちになるわけじゃないですか、はい、でこのリングでこう相方のちぐささん、うん、相方、相方じゃなくてその敵でしょ、敵っていうかは、なんかもうすごいいっぱいコールもらってるのに自分がビューティーベアでしょ、だからでしょ、だからそれの演じたとしてもこういう気持ちだったんだと思うと、もうっていうコメントを残しておりましたので、まあ、カラタエリカが出るからな、ね、久しぶりに、あのやめろ。失礼いたしました、うん、ってなっちゃうんですよね、イコールでね。そうね、申し訳ないですけれども、でまたこの演じることによってまた見方が変わってくると思います。いや俺はもうでもあのバックナンバーの曲で出てたカラタエリカもマジで大好きだから。出た、あれカラタさんなんですよね。そう、ハッピーエンドの曲、うん、ハッピーエンドって曲、最初のね、そう一番最初の、めっちゃ可愛いから、曲のめっちゃ好きよ俺。あの時のカラタエリカすごい好きな、ああいうね顔立ちがお好きなんですよ。でもカラタエリカの時可愛かった。なんであんなことになっちゃった。やめなさい。では、はい、トゥーパンプさんもメールありがとうございました、はい。